はい、ということで今回はですね、はい、相生学院高校サッカー部に体験入部ということで、はい、今日ね淡路島に来てます。総部3年で、まあ、2位というところで、ジェリー・ペイトン監督、もっとなんかアーセナルでなんかちょっと指導、うん、どこのカテゴリーか分かんないんですけど、はい、指導されてたというところでちょっと興味深い。そうですね、はい、高校ということで3年目ということ。そう3年目で、すごいよね、だから、はい、それはなのでね、今日は体験入部したいんですが、今日は実は、はい、もう一人体験入部してもらおうと思って。あ、スペシャルゲスト、スペシャルゲスト、はい、どうぞ。きょうきょうハロー YouTube 明けましてございます。マキイカです、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、あのマキとはもともとコラボもさせてもらってるのもありますし、はい、ウィナーズで、はい、ね、一緒に頑張らせてもらってるっていうのもあるので、はい、僕が監督であなたが選手。いやいや、逆や逆逆逆逆だ。そう、そういうのもあるので、はい、今日はね、一緒に体験入部、はいはい、させてもらおうと思ってるので、はい、鍛えてもらいましょう、はい、こんな今気合入ってるんですけど、もうめっちゃ疲れてるんですよ。やっぱ那須さん忙しくて、でさっき一緒にコンビニ行ったんですけど、コンビニの最初のドアにぶつかってたって初老っすよ怖いです。今日は倒れないように僕が見守っとくんで、二人で真剣にやっていきたいなと思います。オッケー、ということで、はい、行きましょう、早速。はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すみません、お願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。Today you're gonna see this is nothing different to what we've been doing from June, July, all the way through. All the drills you're gonna see today is the same drills we've been doing the whole time. Okay, 今日やる練習はジェリーさんが6月から来てからやっているメニューと何も変わらないメニューをやって。まあ、普段やってる実際のトレーニングを体験してもらいたいと思います。なんでできるなんでトランスレーターできる。何カ国、4カ国。え、4カ国、大人、君中3っす。ええ、そうなの。日本人、はい、なんで喋れるのすごっ、日本語も喋られへんの日本語の通訳すごいっすね。すごい、英語、スペイン語とイタリア語と日本語。ブラテ、ブラテ、なるほど。なんでそんな話せるの。お父さんは、うん、オーストラリアに高校の時に3年間留学していて、うん、英語喋れた方が将来便利なんで、うん、お父さんが生まれた時からずっと僕に英語で話しかけてくれて、うん、でもうお父さんとは日本語で一回も話したことがなくて、うん、ずっと英語で、うん、スペイン語とイタリア語はサッカーのために独学でアルゼンチンとかスペインに短期留学してて、まあ、1ヶ月とか1週間とか、まあ、そういう留学で喋れるようになりました。マジ、うん、だってすごいね、本当に。まずは那須さんと、マキイカさんに、まあ、よろしくお願いしますっていうのと、ようこそっていうのを伝えましょう。まあ、カメラが入って動画を撮られるんですけど、いつも通り特別なこととかせずに、メニューもいつも通りあるんで、いつも通りの練習の姿勢でファーストタッチとかパスの質とか、こだわってやりましょう。いい形でシーズン終われるように今日も練習をこだわってやりましょう。こんにちは。こんにちは。今日こうやってご縁で体験入部させてもらうんですけど、で僕の意図としてはやっぱ同世代のみんながね、レベルを向上してほしいとか、日本サッカー盛り上がってほしいっていう意味で、みんなのね、一つ一つのプレーっていうのは見てるものに心に刺さる有意義な時間だと思うので、少しでもね、みんなにとってもきっかけになればいいし、僕もみんなの熱量もらいたいし、短いんですが、いい時間にしたいのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。久しぶりの方も、多くいらっしゃいますが、今日は那須さんに連れてこられたので、僕も、まあ、一生懸命、練習取り組みたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。しょっ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 H 12 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 2
足使って、足使って。シーン。OK。よーい、来て。ナイスバーディー。ナイス。ラスト。ナイス。ナイス。大丈夫か？しっかり、ワンタン。強豪校、アップからちゃいますね。ちゃいます。はい。ちゃいますよ。もうバッと出ますね。早い、それは早い。それは早い。さすがに早い。パスコンから、はい、雰囲気めちゃくちゃいいです ねめちゃめちゃいいよね。みんな声出して、みんな声出して、いい雰囲気だ。3分でセット4セットやるから、しっかりこっちいないけど、いつも通りね、ファーストタッチのところ、ボール受けてない時の関わりのところだったりとか、ゲーム意識です、常に OK。 はい、はい、よし、来て、はい、はい、ナイス、いい盛りたいね、2人とも。ナイス、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 2人で、2人で、ナイス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 ボール、はい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 、めっちゃレベル高いです。高いですね。パスのコントロールめっちゃいいですね。頭使いますね。はい。頭も使って技術も高いんで、うん、それは強いです。はい、OK なんで、ナスさんのときに行ってください。はい、投げそう。はい、はい、はい。はい、はい。はい、はい。いやいや、サッカーだ、サッカーだ、はい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 、逃げない、このパス、はい、パスとトラップとこうボールを運ぶっていう練習ですけど、はい、その相手がボールを受ける位置、最初に受ける位置の選手によって次の
角度が決まってくるっていう、立ち位置をしっかりあのポジションに取らないと、取っていい形でボールを運ぶ、パスと立ち位置っていうのはすごく基礎技術の中にもいろいろ含まれてるっていう。やばい、やった、オッケー、グッボール、イエス、グッボール、グッボール、オッケー、カリアン、グッボール、グッボール、カリアン、オッポン、オッポン、いい練習ですね、これは。そうですね、まあ、コンビネーションで作って、サイドで、あと中の、まあ、3枚入ってっていう、パワーを持ってしっかり決めるっていう、あれだいぶ外してたけど、あれを決めきれないですね、本当に。しかも頭も使いますからね。うん、まあ、まあ、まあまあそうだね、頭は。2個ボールだったからね。ボール奪うために攻撃から守備の切り替えやるわけだから。だからどうやって奪うのか、右から切って奪わせるのか、ファーストディフェンダー右から切らせるのかなって、次狙わせる後ろのところの選手がしっかりコーチングして、質の高い切り替えをしよう、ただ切り替えるじゃなくて質の高い切り替えを意識してもらうと OK。 はい、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 ボールとまたはスペースの関係を必ず見てプレーしよう。ただ受けるだけじゃなくて、ただ回数10本回すから1、2ってならないように。 OK、 何のためにそのパスを通すのかってところまでしっかりと考えてプレーしよう。1、2、どうだ、ボールだけ、ナイス、ナイス、さあ出さないよ、はい、返す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 、ナイス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 、ボール、先のボール、1、2、ナイス、さあ、ナイス、ナイス、ナイス、はい、負け負け、次のビジョンじゃないけど、本当にその通りだと思う。あの、ただの受けに行くとかじゃなくて、次の選択肢を持って受けるのと全然違うし、でただ抜けるだけじゃなくてスペースをしっかり空けて次が入ってくるっていう動きをしないといけない。その中でもやっぱね、見てるところがそうですね、いいパス多いですね。そうそう、ちょっと
このワイドがスイッチ5をかけて後ろがずれる。でボランチもそこは真ん中を向いてで、あまり行き過ぎたらセンターバックが引っ張る。で逆だったらあの左がワイドがこうしてスライド全体でスライドする。そっちの球分かりやすいですね。一緒に行こう。さあ、今日はスペシャルゲストが2人来てくれて、まあ、カメラも入る中での練習だったんですけど、いつも通りすごい質の高い練習ができて、みんなフォーカスして狙い持って、でパスの質とかもこだわれていたんで、とてもいい練習でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。すごくクオリティ高くて練習の質も高かったんで、本当にみんなはちょっと楽しくやれてんだろうなと思いましたけど、僕からこうみんなに言えるのは、このゲームでもそうなんだけど、あの練習はこのゲームで表現するためのものだからね。練習のための練習じゃないからね、あれ。だからイメージしてっていうか、監督とか言うかもしれないけど、結局自分たちでイメージ、本当に実践につなげないといけない。あの1個のパス練習もそう、自分たちで実践につなげないといけない。結局は自分がイメージ持たないと意味ないから、監督が言っても自分でイメージ持たない。そのイメージがまず持って、その次に選択肢があって、そこで表現できて初めて評価されるんだからね。クオリティ高い練習の中で何を残せるか、ボールを奪われないのもそうだし、動きの質もそうだし、パスの質もそうだし、この中で何ができるかだから。頑張ってんだったらもう全国いろんな高校みんな頑張ってる。だけどその差って何だろうって考えたら、そのパスの質だったり、俺だったらまあコーチングだったり、守備の選手だったら1対1とか、あとチームを巻き込んで戦うとか、いろんなそういうところで差をつけないといけない。みんな練習をやってるわけだから。でも質の高い練習してるから、あとはどうすればいいってなったら、自分たちでその質を高める、その環境づくりも自分たちで作る、しっかり。そしたら自然とゲームでそれが表現できるようになる。自分からボールも引き出す、自分からパスもこうやってメッセージ付きでこう出せるようになる。だから出してと受けての関係性が良くなって質がもっと上がる。もうよりもう一個こうね、上に行くためには何を必要かっていうか考えながら日々やっていていただければと思うので、短い時間だったんですけど、ありがとうございました。ちょっと待ってください。はい、お疲れ様です。今那須さんが言ってたのがもうその通りだと思います。まあ、これからも練習引き続き、レベルの高いのを続けていただいて、次は全国しっかり行けるようにしていただけたらなと思います。今日はありがとうございました。よいしょ。ありがとうございました。今日はありがとうございました。気をつけ。ありがとうございました。ありがとうございました。
ショップ。今日トレーニングやらせてもらったんですけど、実際チームの状況とかどうですか？選手権決勝に行ったチームから、次の新体制に向けて今準備していっているところで、まあ、3年生は次の試合に向けていくんで、もう2年生中心にチームを作っていて、まあ、ラッキーだと思っているのは選手権決勝に、出た人の中に、4人も2年生がいることで、まあ、その4人を中心に今後の、新体制のチームを作れていけたらと思います。そのアーセナルでの指導っていうところで長年やってたと思うんですけど、この日本サッカーがこうレベルアップするために、特にこの育成年代っていうかカテゴリーで、どういうこうものを選手たち指導者が必要なのかって思いますか？ベンゲルと仕事していて、アーセナルでもやっていた経験から、まあ、分かっていることは、止める蹴るとボール蹴る前の、周りを見て認知するっていうのが、キーになると思っていて、なんで、練習でも、まあ、そういうメニューを多く取り入れていて、でそれは、まあ、指導者はそういうメニューを取り入れて、で選手はまあそれを、こだわってやれるかっていうのが、どういう、チームでもトップレベルに上がっていくためには必要だと思ってます。で、まあ、キーパーに関してもキーパーのスペシャリストなんで、で今アストンビラのエミリアノ・マルティネスっていう選手とか、ユベントスのボイチェフ・チェスニー選手とかを育ててきてるんで、まあ、キーパーの育て方とかも、自信を持ってます。日本が、メジャーな大会ワールドカップとかで勝つためには、まあ、フォワードもミッドフィルダーもディフェンスもいい選手がいるんですけど、すごいワールドクラスのキーパーを育てていかないといけないと思っていて、でそれに加えて1人か2人絶対的なエース、メッシとかクリスティアーノ・ロナウドみたいなすごい選手が1人出てきたら、あとは周りもいい選手がいっぱいいるんで、勝てると思っていて、日本人は勤勉で、まあ、練習の姿勢もすごくいいし、吸収したがる選手がほとんどなので、コーチングする側としても日本人は指導しやすいし、まあ、いいキーパーと絶対的なエースが、まあ、育ってくればワールドカップとかで優勝できると思います。ありがとうございます。トレーニングも一緒にやれてもう光栄だったので、ありがとうございます。 OK, he's happy to train with us. よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。 OK, good to see you. Good to meet you. Thank you. マギフカ、はい、今日一緒に体験入部したんですけど、はい、どうでした？まあ、めちゃくちゃやっぱり高校でその県2位なので、うん、レベル高いですし、うんうん、一個一個のパスの質もやっぱり、うん、普通の高校って監督見てないとことか、うん、コーチ見てないとこってダラダラしたりとかする子っていっぱいいたし、うん、実際に僕もそうだったんですけど、うん、やっぱりこの子たちはやっぱり一人一人が上手くなりたい、プロになりたいという思いがあるんで、そのサボらないですよね、うん、もう自分が上手くなりたいからしっかりと一個一個パスこだわって、うん、周りにもいい要求をしてるっていうところが、それを全員がやってるからチームも強いんだなっていうふうに思ったんで、うん、それを改めて僕は感じたんで、今日来て本当に良かったです。良かったですね。まあ、ただこの企画をずっとやってる那須さんはもう頭おかしい。そうですね。はい、ね、還元して、はい、ね、また成長しましょう。はい、ありがとうございました。